はい、こんにちは。マチュマヒロです。はい、今日はですね、我が家のカブトムシネタでございますね。はい、我が家のカブトムシなんですけど、5匹幼虫をもらいましたね。それで、なんとですね、この1匹、これ、サナギ。そう、こんなところでね、サナギになっちゃったんですよ。多分ね、土が足りなかったんだね。そうだね。なので、この子をですね、人工養殖に移したいなと思います。こっちの1匹もちょっと土が足りてないので、この子も人工養殖に移したいなと思いますね。ちょっとこの子は生きてるかわかんないんだけどね、我が家の人工養殖はこれにするつもりです。紙コップの中にペーパータオル入れてます、ちょっと湿らせてるね、でこれをこういう風に別の、今はもともと竹蔵が、そうだね、竹蔵が入ってたところに入れて、でちょっと周り土入れてさ、こう倒れないように刺さるような感じにしよう、でその後このカップを取り出して、で手作業でこの中にサナギを入れる、で締めて保管しましょう、じゃあまずは土を入れていこうか、この土自体、すごい、これぐらいかな、そうだね、それをなんかこれを入れてみる、そうだね、入れてみて倒れないようにね、こんな感じかな、そうだね、いい感じ、下に土があって、で人工養殖、これだったら大丈夫でしょう、はい、じゃあしんくん手袋しましたので、まずはこれを開けましょう、中に小虫がいっぱいいるので心配できるね、よいしょ、開いた、開いた、小虫バーン、うわぁ、うわぁ、この子は間違いなくオスなんだね、この子はちょっとどうなんだろう、これ脱ぎ失敗してないこれ、動いてないよね、じゃあまずは取り出していこうか、これ、はい、動いた、パパ元気です、じゃあこの子をまずは横にして、あ、そう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 、やってあげた、はい、大丈夫、元気です、元気です、元気、動いてる、元気元気、じゃあ入れます、そしたらもう入れちゃって、投入、元気、あ、大丈夫かな、元気元気、ちょっと触ったら本当に動く、あ、本当だ、すごい元気、ね、この子ね、きっと、じゃあ、そしたら問題のオスの子、こっちのオス、この子も大丈夫、あ、動いてる、動いてる、よかった、そしたらこれはちょっとあれかな、周りの土をどかして、そうだね、ちょっとどかしてあげないと、全然この子良質ないもんね、大丈夫、はい、あ、取れた取れた、はい、大丈夫かな、こんにちは、じゃあいります、はい、よっ、この辺にいる2匹は多分良質作って大丈夫だと思うんで、ここはいじりません、で、またあの子だね、あの子が問題、あの子どうしよう、サナギになってるよね、サナギになってる、はい、ちっちゃい子用の人工養殖も作ってきました、でこれであの子取り出してこの中に入れてあげよう、入れた、無事救出成功です、ちっちゃいね、ちっちゃいこの子、でここほら皮が塗ってんだ、本当だ、じゃあそこにもう埋めちゃって、埋めるってか入れちゃって、これ OK かな、よっ、 OK、じゃあこれでいいかな、全員救出成功です、救出成功、よかった、はい、ということで無事終わりましたね、この何オスとかはもうサナギになって1週間半ぐらいだから多分来週くらいに羽化するんじゃないか、羽化するかもしれないね、その可能性が高い、もう6月なんでね、もうちょっとでね、そしたら本当にカブトムシ生まれてくるので、ね、楽しみ、楽しみだね、また羽化したら報告したいなと思います、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタンからグッドライクお願いします、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、それと今回のおすすめ動画いつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください、チャンネル登録はこのあたりからよろしくね、ということで今回は以上でございます、バイバーイ。